はい、アドベンチャーエスケープミステリーズ続きやっていきたいと思います。はい、後で、クリスマスキラーですね、プレイを続行。さあ、さあもう3月になってまいりましたが、クリスマスキラー、さあ最後ですね、チャプター7分の7、最終回まで来ました。さあクリスマスまであと1日、チーム全体でクリスマスキラーの居住地を絞り込んでいます。ケイトは彼らに同行するのでしょうか、それとも自分の直感を信じるのでしょうか。なるほど、チームで、クリスマスキラーの居住地を。さあでももうそうよね、人相が、前回のチャプター7分の 6で、チャプター6で監視システムに移ってた、人相が分かりましたね。男ですね、こんな顔をしていたんですね、クリスマスキラーは。そして孤児院の出身であって、指紋も採取できてますよ。さあこれまでに、10年以上前に、一度事件を起こして2人殺害をしたんやったかな、クリスマスの日とその1週間前で、今回もクリスマスの前の1週間前に、殺人事件が起きて3件、そしてやつが帰ってきたと、3件殺人事件が起こっていますね。さあクリスマスまであと1日、次の殺人をなんとか防がなければいけない。こいつを逮捕しに行きましょう、もう行きましょう、行こう、やろう、よし、やろう、行こう、よしよしよし、もういい、いい、やろう、よし。さあ12月24日になりましたよ。警察署ですか、警察署からスタートですか。ここのぐるぐる回ってるとこは警察署だったはず。じゃ警察署タップしてきます。クリスマスの1日前、さあ、お、デスクですね、お、電話がかかってますね。この電話はありましたよ、第1話で引き出しに入っていた電話、違うねこの電話でいいの、電話タップしました、で電話タップしました。あと、いい、ケイン、切っちゃう切っちゃう、切っちゃう、あ、切れない、あ、出る、お、お、クラブ、クラブ、高級クラブの、高級クラブの人、いやー、ケイト、あ、エベレット・ケインでいいのかな、うん、まあいいや、ケインね、やあ、ケイト、悪い知らせだ、ミスティがこの2日間仕事を休んだと。まずい、まずい、まずい、ミスティが次のターゲットなのか、やられるのか、なんとかしないと、ケイト、ケイト、頑張って、ケインからの電話で、はい、行きましょう。今朝彼女のアパートに行ってみたが、何者かに侵入されていたようだ、ダメだ、ミスティー、現場で何か見つかりましたか。ああ、何人かの刑事が来て証拠品を袋詰めしていた、別のスノードーム、スノードーム、スノードームキラー、キラー、クリスマスキラーが現場に置いていくスノードームじゃないか、別のスノードームと多くの指紋を見つけていた、切っちゃうの、ダメだ、切っちゃう、ケイト、FBI 犯罪データベースへのアクセス許可が出た、よかった、これで FBI のデータベースを、検索できるようになったから、最終的にこの犯人を特定できるかも、なるほど、なるほど、よし、つながった、これパソコンをタップしますか、金魚タップしますか、金魚タップしましょう、ダメですね、関係ない、金魚関係ない、ゴミ箱ダメです、ていうか一番最初にあれ、やっぱあれ、あれやった、机の上ぐちゃぐちゃになってたけど、これケイトの机やったの、あ、そうなの、まあいいや、パソコンね、はい、キャスリーン・グレイ、ゲストログイン、キャスリーン、ケイト、あ、ケイトってキャスリーン・グレイなの、あれ、あ、そうなの、パスワード、パスワード、あ、ちょっと、ちょっとパスワード求められるの、ちょ、ま、無理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 ちょ、ノーヒント、ちょ、無理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 、ちょ待ってよ、教えてパスワード教えて、移動できるね、
ケイト・グレイ、キャスリーン・グレイなのね。あ、このデスクね。あ、オッケー。スノードームがいっぱい悩んでいる。一つ足りないようです。あー、なるほど。一つ足りないとかわかんの？何個、クリスマスキラーが何個用意してるか知ってんの？まあいいや。指紋じゃない。証拠品。ミスティね。犠牲者の娘のミスティ。そして、兄のアントニオ。うん。で、個人の写真。そして、おそらく私たちが探している犯人です。これだ、これ何？あ、あー、ミスティのロケット。あ、I'll forget。うん。クリスマスキラーの指紋、彼は戻ってきました。研究室、行けないね。雨が降ってきました。ちょっと待ってよ。ちょっと、この部屋は、休憩室に入る時間はない。うん、それはそうだろう。分かっている。けれども、パスワードが分かりませんけど、1234ちょっと、パスワード教えて。ちょ、まだ殺していません。知らん、今読んでいる時間はありません。いや、そうなのよ。時間ないのよ。時間ないのよ。時間ないからさ、パスワード教えて。おい、どういうことヒントください。わかりません。なんで？ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。いや、マジで。ちょっとマジで。パスワード教えてください。ちょっと。いや、まずいぞ、ケイト、まずいぞ。いきなり、開幕いきなり詰まってますけど、ちょっと待って。どういうこと？ちょっと待って。なんかヒントあった？いや、そんなバカな。いや、そんなバカな。いや、ちょっと待って、マジで。嘘でしょ ?ID を教えて。ID を教えて。ID を教えて。ちょっと待って。マジで。ちょっと、どういうことよ。ヒントください。まずいぞ。どうする？まずいぞ。ちょっとマジでわからん。雨が降ってきました。ヒント？これヒント？もうすぐクリスマスです。時間？時間？ちょっと待って。ケイトの直感を信じる？ケイトの直感を信じるやつ？嘘でしょ？ちょっと待って、ノーヒントで行きたいのよ。最終ステージノーヒントで行きたいのよ。ノーヒントでクリアしちゃいたいのよ。ちょっとマジで、いきなり詰まってますけど、この、ケイ
とグレイ、ケイとグレイ、ケイとグレイ、ちょっと待って、なんか星ないかい、どっかに、どっかに星ないかい、星拾えないかい。いや、まずいな、まずい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 。ちょ、電話しようぜ、電話しようぜ。マーフ、マーフ、あ、あった、あった、ヒントあった。あ、これ、付箋タップしたら、ちょっと待って、あ、わかった。ソックス、あ、ちょっと待って、ソックス4でしょ？ソックスは4ね。星って何？星って何？星。で、この机を見て、やっとヒント見つけたけど、金魚1匹よね。で、ちょっとこの色で順番とかそういうのをやめてよ。今読んでる時間ないもんね。本の色とか関係ないよね。大丈夫ね。金魚1匹でしょ。で、2番目は1でいいよね。あ、ちょ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 。あ、オッケーオッケーオッケー。落ち着こう落ち着こう落ち着こう。よし、落ち着いていこう。で、靴下が4つ、最後4つ。靴下4つ。よし、よし。落ち着こう落ち着こう。鉢上は2つあるよね。机の上には2つあるよね。とりあえず星がないけど、もう一個は星でしょ。星、このデスクに星がないから、やっぱりいろんなとこ見ていかなきゃいけないね。いや、わからん。どこ星、どこ星、どこ星、ちょっと星ゼロでいい。違うね。星でしょ、星でしょ。え、星って何？いや、FBI のさ、FBI にログインするのさ、でこんな暗号つけてんの？誰こんなことしたの？ねえ、誰？教えて、ちょっと。マーフ、マーフィー。いや、ちょっと待ってよ。ここの画面にはいけるから、ここの画面に星があるってことなのかい？どうなの？かな。いや、でも星は見当たらないですよ。ここにはないよね。星じゃないよね。これ星じゃないよね。この証拠にも星らしきものはない。植木。このクリスマスは関係ないよね。靴下は4つでいいよね。金魚は1匹でいいでしょ。星って何よ。ちょっと待って、星、マジ星、待ってよ。落ち着こうか。星ね。植木2つよね。まだ殺していません。この植木ね、植木のことね、まだ殺していません。2つ、で、金魚で、靴下で、星ってね、この明かり、この明かり、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 いっぱいある。いっぱいありすぎる。星？このヒントの星は10個あるけど、これじゃないもんね。絶対違うよね。ちょっと待って。よし、よし。じゃあ、ちょっと本気出すか。本気出しちゃおうか。あ、しょうがない。しょうがない。本気出しちゃおう。いや、まずこのデスクを見ていこう。デスクを見ていこう。デスク、ここに星あったりする？ないっすね。ないっすね。ないっすね。星、金魚、植木鉢、靴下、OK。把握した。理解。OK。わかった。溶けてきた。わかった。嘘。わからん。なんか、嘘。全然わからん。え？ちょ、え？星？星って何すか？雨が降ってきま、星？星？個人の子供の数違うよね。1,2,3,4,5,6,7 7匹。個人の子供が7匹いる。あ、3、あ、いけた。なんかいけた。
あの、ああ、なるほどね。星3つね。あ、そういうことね。あ、オッケーオッケー。わかったわかった。ナイス。うん。あ、そういうことでしたん。あ、だったら、あ、だったら3やわ。わかった。全然わからんけど。まあいいや。まあいいや。ちょっと、ID 教えて。指紋をペアで照合して、ん？指紋をペアで照合してください。何や？あ、神経衰弱やんの。あ、いけた。マジで？これでしょ？あ、違う。オッケー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 。あ、じゃあいける、じゃあいける。これが、違う。これ。うん、いけた。よし、じゃあいける。あ、これ。うん、よし。じゃあいける。これか。あ、違う。あ、これ。で、これ。オッケー。よし。はい、いけた。いけました。はい。指紋の位置、33%。確実。うん？さらなるデータが必要です。ん？何が？うん。これも？これもそう？あ、いけた。いけた。あ、ダメ。これかな？で、これ。あ、違う。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 全然違う。これ。あ、よしよしよし。これね。で、これ。あ、違う。じゃあ、これか。これ。はい、いけた。で、60、まだやんのかい。まだやんのかい。ちょ、おい。FBI の操作ってすごいな。神経衰弱な。ちょっと待ってよ。すごいな。神経衰弱で指紋を一致させていく。全然一致しない。これか？あ、違うな。いや、すごい。FBI 捜査官になった気分だぜ。すごいぜ。ちょ、あ、これね。あ、これじゃない？これじゃない？あ、いけたね。すごいぜ。まるで FBI 捜査官になった気分だぜ。ちょっと待ってよ。いや、よし。これか。こう。はい、99%。いけました。さあ、出ましたよ。指紋が一致しました。こんな人相やったね。フレデリック・ゲインズ、生年月日12月25日じゃん。35歳、コンピューターサイエンス、職業で、住所、2300クリスマスレーン、クリスマス通り、ブルックリン、ニューヨークってことは、クリスマス関係しすぎでしょ。まあいいけど、オッケー。マーフ、お前何一人で防弾チョッキ着てんの？お前ずるいぞ。お前、まあいいや。住所も特定できた。みんなでこの男を追いかけるぞ。ケイト、来るよな。あ、なるほど。この住所に行くか行かないか。待って、なんだか簡単すぎるわ。確かにその通り。でもこいつがこの住所に今もいる、潜んでるってわけねえじゃん。ってことは、わかった。直感を信じよう。やつは孤児院にいる。最後のスノードームはミスティの家から持ってきたの？持ってきたけど何が言いたいんだ？やつがどこにいるか分かったんだぜ。ポンコツやな、マーフ。あなたたちは先に行って。何か足りない気がするのよ。そうね。こんな簡単なはずがないじゃない。分かったよ。スノードーム。OK、これ、スノードーム、これで全部揃ったってことでしょ？オッケー、これ、何？どうすんの？ちょっと待って、見ようか。正しい順番になるまでスノードーム一応入れ替えます。正しい順番？は？ちょっと待って、嘘でしょ？は？ちょっと待ってよ、スノードームね。どういうこと？なんかヒントある？あ、わかりました。わかりましたよ。わかっちゃいました。1、2、3、4、5、6、7、8。これ数字の8でしょ。
これで8、これ6、これ6ね、これ7でしょ、これ7、これ4ね、 OK、 そういうことでしょ、これ2、 OK で、これが3かな、で5を、違う、ごめん、違う、5を、はい、いけました。違う、1番と7番が逆でした。はい、いけました。101イーストサードストリート、これが本当の住所に違いないわ。あなたのために来たのよ、フレディ。あ、いきなり愛称で呼んじゃう、フレディ、フレデリック、フレディ。え、っていうか、こんなところに住所隠すの？本当の住所？まあいいけど。まあいいですけど。さあ、フレディ。決着をつけようか。ここですか？ 101 イーストサードスト。ケイト一人で来ちゃったの？ダメよ、そんなことしちゃ。みんなを呼んで。ダメよ、みんなを呼んで。ここがフレディの居場所のはず。OK、じゃあ捜索していこうか。さあ、じゃあまずこのタブレットかな、タブレットを、あ、ダメだわかんない、ダメだ、ちょっと一旦戻る、で黄色いのが3つ上になんか吊り下がってるよね、下に1個押してるから、これを、シャンデリアのピースってこと、シャンデリア、ここに、シャンデリアのピース、あ、これも足りてないってことね、一部が欠けているようですはいはい、なるほど、でこれは、この三脚は望遠鏡スタンドのように見えます。なるほど、この三脚ね、これが望遠鏡スタンド、望遠鏡を見つけるってことなのかな、探しましょうということか。他になんか落ちてるところはないみたいなんですよね。なんかこの、これは、あ、この草みたいな、奥に生えてる草みたいなのは別に関係がない。ここなんか置いてる、テーブルの上に、あ、ありましたね、スコープ、スコープを、ここにまず望遠鏡を置く必要がありますか。なるほど。で、この奥の棚は開かない、こっち出口にはいけない感じですね。じゃあ2階に上がっちゃう感じ、上がりましたけど誰もいませんね。いや、ここにいる可能性あるやん、気をつけようぜ、もっと。あ、これ望遠鏡じゃない、望遠鏡のレンズ取りました。レンズスコープ、ちょっと待って、一旦降りて望遠鏡のレンズ、あ、これを、主要部分を置く必要がある。なるほど、望遠鏡の本体的なものね。で、これパソコン、コンピューターには役に立つものがない。嘘でしょ。あるでしょ。あるでしょ、いっぱいきっと。この金庫が、なるほどね。なるほどね。これを、あ、一応回せますね。回せますけど、なるほど。これでは開かないよね。OK。まだこれ分からないと。コンピューターには役に立つものがない。あるでしょ。この、テーブル、ありました、本体ありました、望遠鏡の本体、ここね、これは こっちは開かないので、じゃあまず望遠鏡やろうか、じゃあこれね、望遠鏡の本体でレンズ、そしてスコープ、これで望遠鏡完成で、望遠鏡を覗く、これで、おっと、なん、ん、ちょっと待って、おい、完全に覗いちゃってんな、これ金庫やね。なるほど、これは金庫の番号4つね。 OK、 ただ順番が分かんないね。よくこんな仕掛け作ったね、フレディ。いいけど、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、なんかあったよね、なんか、マークあった、あー、あるね、マークある、ある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 。 OK、 っていうことは、六角形丸三角形四角、六角形丸三角形四角、 OK、 まずはこの金庫開けようか。さあ、六角形あった、が右に回して35、右に回して六角形丸か、丸、左に回して5、三角、右に40、
で左に55、右左、ね、とりあえず、うん、右左、35、5、40、55、OK、右に35よね。まず35、5、左に5、はい、右に40で左に55、あ、行き過ぎた、いい、これ許して、許された、 OK、 いけた、あ、来ました、よし、シャンデリアのパースピース、あ、これシャンデリアは揃ったよね、これ揃ったでしょ、 OK、 いやー、なかなかスムーズにいってるんじゃないですか、最初のつまずき以外は。さあ、じゃあこれで揃ったはいいけど、何、全然わからん全然わからん、で、何これ、順番はさ、キートが適当に吊るしていったけどさ、順番は合ってんの、合ってるものとするよ、そう考えていいのね。とりあえず、シャンデリアのパーツ揃いましたと。ただ、うん、他はこれ、これね、トメイト、次やるのはシャンデリアね、うん、シャンデリアいけたよね。シャンデリアは別に、うん、位置入れ替えたりとかができないから、別にこれはこのままヒントになってくって、これシャンデリアなのこれこれ、いや今更やけど、あ、分かった、これタブレット、いやー、エンタバサ、いや、あー、いや、ちょっと待ってよ、この順になぞる的な、あーかなーと思ったけど、いや、例えばこう、うんダメはい、ダメ、ちょっと待ってよ、他にヒントはないですか、ないですね、ないですよ、おー、ないですね、トメイト、あとトメイトしかないもんね、あとトメイト缶、タブレットしかない気がします。トメイト、全部トメイトよね。トメイト。はい。トメイトが6つある。あいや、わからんな。わからんけど、普通に考えれば、でもこの望遠鏡は、あ、ちょっとまだ覗けるのは覗けるけど、もうヒントらしきものはもうないよね。いや、この明かりがなんかつく順番とかあるかなと思ったけど、それはなさそうね。ないよね。何やってんの、いやー、明かり、いやー、この明かりのついてる位置で、あー、これでは、いや、ちょっと判別できんな、無理やな、無理だぜ、これはちょっと無理だぜ。さあ、これをなんとか解き明かしていこうか。なんか待ち受け画面サンタさんじゃん、サンタさん飛んでんじゃん、トナカイがそれ引いてんじゃん、うん、クリスマスキラフレディ、ちょっと、でも、ちょっと待ってよ、これが、あー、これがヒントだとしてってことは、この角を順番に角っこを押していけばいいんじゃないっていう感じあるんじゃない、左下真ん中の上、
で真ん中、腕の右、OK。なんかそんな気がしてきた。そんな気がしてきた。左下、上、真ん中、右上、右、左上ね。OK。こう、こう、こう。こうこうこう、はい、行けましたよ。はい、行けました。どうですか。はい、行けました。そういうことでした。ミスティミスティ大丈夫ですか。いや、なんか思った以上にサクサクするんで、ちょっとびっくりしてる。まあいいや。グレイケージ助けてください。彼はまだその辺にいるわ。フレディ、よし、行くよ。行くわよケイト、大丈夫、勇気を出して行くわよケイト。フレディを捕まえるわ。ミスティ待ってて、待ってて、ミスティ、必ずあのクソったれ野郎を捕まえるわ。ちょっと待ってて。その冷たい檻、クリスマスの時期にその檻の中はきっと冷たいけど、我慢して、もうちょっと、もうすぐよ、あのクソったれフレディを今すぐ見つけ出してやっつけてやるわ。で、助けてたら彼はまだその辺、この辺にいるわ。心配しないで、あなたを助けます。縛られてるね、縛られてるね。私は彼女を連れ出す方法を見つけなければなりません。もちろんだ、見つけようじゃないか。さあ、トメイトでしょ、これ、これトメイトでしょ、トメイトでしょ、トメイトでしょ。で、どうしたらいいの。まあ、犯人わからん。トメイトじゃないの。え、こした。1、あ、オッケー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 、そういうこと。1、2、3、4、5、6、順番はこうってことね。でもトメイトよね。トメイトはトメイトでも。何ちょっとわからんな。何え、上に並んで、いや、トメイトって書いた方の色じゃないのかな。ちょっと待ってよ、順番、ちょっと待ってよ。ごめんな、ごめんな、ミスティ。123、123ね、123の456、123、123の456、OK、覚えた。123の456でしょ。123の、あ、違う、ごめん、忘れた。ちょっと待ってな、ごめんな、忘れた。ごめんな、ミスティ。すぐに助ける。左の上から123の真ん中 456。OK、三角形ね。で、左の上から123の456。黄色、青、赤。黄色、青、赤。白、黄色。白。黄色、黄色、青、赤。白。黄色、白。黄、おかし、黄、し。キオカシキシ、オッケー。キオカシキシ、オッケー。キオカシキシ、オッケー。違う。今助けるわ、ミスティ。待ってて。白ないね。白ないね。あれ？あれ？ちょっと待てよ。ごめんな、ミスティ。ごめんな、ミスティ。行ったり来たりだ。じゃあ、あれでも青。青、黄色、青。青、黄色、青、赤、青。ちょっと待って、白と混ざるから薄くなるとかそういうことじゃないよね。ちょっと待って、ちょっとミスティ、ちょっと待ってな、すぐ助ける。ミスティ、ちょっと待ってろ。色足せってこと？ちょっと待ってよ。で、緑の、青強め緑、ちょっと待ってな、ミスティ。緑やな、緑で、青強め、黄色強めな。まずそんな。緑な、ちょっと待ってろ、ミスティ、待ってろ。青強め、黄色強め、オッケー。で、ちょっと待ってな。1、2、3、青強め、紫、青強め紫の赤の薄い赤。ミスティ、今すぐ助けるわ。今すぐよ。紫の青強め、どっち？青強め、紫、どっち？青強め、こっちっぽい。で、薄い赤。今すぐに助けるわ。ちょっと待ってなさい。どこまで行った？1、1、2、3。
1、2、3、4までいったね、5、6で、黄色、赤は、オレンジの赤強め、オレンジの赤強め、青の薄いの。オレンジの、オレンジの赤強め、薄い、あ、いけた、ダメですか。ちょっと待って、もう一回。何やった、こうでしょ。ダメですか。マジで。ちょっと待ってよ。今スクに助けるわ、ミスティ。ちょっと待ってて。順番、ちょっと待ってよ。今すぐに助けるからね。1、2、3、4、5、6でしょ。OK ね。これは OK なのね。この順番、1、2、3。OK。1、2、3、4、5、6。これは分かった。で、色混ぜて、青と黄色で緑でしょ。緑の、濃い緑、薄い緑。やと思うけどな。濃い緑、薄い、小緑、海緑。青強め紫、赤薄い、薄赤、オレンジ、赤強め、オレンジ、水色。いや、いいと思ったけどな、今の。ダメなの？ダメなの？今すぐに助けるわね、ミスティ。ちょっと待ってなさい。緑、紫、赤、オレンジ、水色。緑、紫、OK。今すぐに助けるわ。緑、紫、薄赤、オレンジ、水色。なんでダメ？ちゃう。こう。でも、まあ、系統としては絶対にこうで合ってるはず。これは合ってる。てるはず。1、2でしょ、3でしょ、紫、赤、薄い赤、オレンジ、こっちにしてみる。こう、どうしましょう。こう。もう君を助けることは無理だ。ちょっと待って、どういうこと？1、2、3でしょ？ 4、5、6 でしょ？なんで？こうでしょ？青強めやから、緑濃い緑やと思うけど、いや、まあ紫がどうかなと思ったけど、まあ、多分この最後 C5、6、C4、6 は薄い赤、薄い青、これは間違いないと思うね。紫は紫のどっちかやとして、オレンジもオレンジのどっちか、この緑、がじゃ逆にしてみる。薄い方からいって、え、紫、白、オレンジ、水色。薄い方、濃い方、赤、濃いオレンジ、水色。こうかい？こうかい？じゃあもうわかんない。じゃあもうわかんない。ミスティ、ごめん。あなたを助けられそうにないわ。
もう無理だわ。ちょっと待ったら、ほんの 1,2,3,4,5,6 でしょ。すぐに助けるからね、ミスティ。ミスティすぐに助けるから、待ってて。順番的にはもうこうしかないもんな。いやー、いけてると思うけど、何がダメですか。ちょっと待って、え、ちょっと、1,2,3,4,5,6 トメイトでしょ。いや、これでいけないんだったらわかんないです。白いけど赤が強いから濃い方でいいのかな。すっごいいい方の、いやでもそれも試したよね。こうこうこう、こう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 で、こう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 。嘘でしょ。合ってるよね。左上から 1,2,3,4,5,6。 え、なんか、神、実は嘘でした、その順番じゃありませんでしたみたいなこと。いや、そんなバカな。いや、緑緑、ちょ、すぐに助けるわミスティ、待ってなさい、もうすぐよ、もうすぐ出してあげるから。 1,2,3,4,5,6。 え、何か間違ってますか、何か間違っていますか。さあ、よしよし、じゃあ、落ち着こう。マーフ、マーフ、マーフいるの、マーフいないの、みんなあっちの住所行っちゃったの。まあ、どう考えても混ぜるよね。青と黄色、青と黄色、文字の色が青、赤、いや、まさか最後薄い紫、この文字が。いや、そんな言葉ないはず、そんなことはないはず。こう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 。いけた、マジかよ。お、嘘だと言って、嘘だと言って、そんなことやめろやめろバカ。そんなクリスマスキラー必死か、捕まりたくなくて。そんな、おい、よし、パネルを開けてみました。回路を、再配線できればミスティを外に出せるかもしれない。なるほどね、ちょっと待って、これが、回路トラブル、どのチップが故障しているか、いるのか、赤い印をつけて把握しなければなりません。数字はその周りのチップが何枚故障しているかを示して、マインスイーパーですか。まさかの、ここへ来てマインスイーパー、ちょっと待ってよ、マインスイーパーですか。あー、いや、ちょっと待って、どういうこと。え、マインスイーパーよね。ゼロはチップが、ゼロはチップがないことを意味し、9はすべてのチップが故障していることを意味します。マスをタップすると赤、白、無が切り替わります。すべての、マスがマークされていないとパズル。あー、なるほどね。 OK、 ちょっと待って、ここが0ってことは
ちょっと待って。どのチップが故障をしているか、無やから赤か白かのマークをつけていけばいいわけね。OK。ってことは、周りが0ってことは、OK、ここは大丈夫ってことでしょ？そういうことだよね。これは大丈夫ってこと。で、で、1個、故障している、1個故障している、ちょっと待って、じゃあ9、これは全部が故障しているってことだね。ってことは、この2があるから、あ、じゃあここは大丈夫ってことでしょ？ 2 個接してる、OK よね。OK よね。多分、OK。で、ここは大丈夫。ここ大丈夫。ここ0。ここも0。ここも0。で、ここも0。あ、ここも0ね。OK。このはず、このはず。これでいいはず。さあ落ち着こうか、落ち着いてやっていこうか。よし、どっから見ていこうか。よしよし単純なパズル、単純なパズル。あ、ここは8個周りが故障とか、こういうことよね。これいけたよね。これはいけたはず。これはいけたはず。これはいけてるはず。あー、で、これも8個ってことは、1、2、3、4、5。あー、どっちかか。あー、どっちかか。いや、ややこしい。ややこしい、思った以上。でも1、2、3、4、5で OK よね。OK よね。これ3も、これも3もいけたはず。で1、2、3、4、5、ここもいけたはず、いけたはず。1、2、3、4、5、6、あと1個ある。よし、パズル、よし。あれ、このここの3が2個しかいけない。積みましたえ、積んじゃった。ちょっと待ってよ、一回戻そうか。ちょっと一旦戻して、あ、ちょっと待って。でも9は確定やから、9は確定よね。全部9は確定で、0の周りは、0の周りは、0はチップがないことを意味し、9は全てのチップ故障は、チップがない、0はチップがない、9は全てのチップが故障している。どのチップが故障しているか赤い印をつけて、数字はその周りのチップが何枚故障しているかを示しています。0はチップがないこと、故障しているチップがないことじゃないのかな。ちょっと、とりあえずここはいけるよね。ここの2は絶対いけるよね。これは2で正しいはずよね。で、8ってことは1、2、3、4、5、6、7。あ、ちょっ、9ってことは自分も、9は全てのチップが故障していること、これ真ん中も入れてってことよね。え、ちょっと待って、どういうことマインスイーパーとちょっと違うな、全然違うな。マインスイーパー得意やのに、これ OK っ
ってことよね。まあこの8も通ったね、いけるね、いけたね。ここの998、真ん中の998、これはいけたよね。でそうなったら自分を含めて故障してないってことは、ここはこうでいいと思うんだけどな。こうじゃないとおかしいよ。ここもそうよ。ってなるとここの3がもう積んじゃうのよ。そうなっちゃうのよ。じゃあ0はまた別ってこと？いやちょっと待って、ちょっと待って、チップがないことを意味する。あ違う、ここは白でいいはずで。ああ、あー、 OK、 自分の数字も含むってことだからここは白でいいよね。ってことはここが3はこうってことでしょ。でこうこう白で、0はもう0で信じる。ない、もうない、それはもう信じる、信じるしかない、それを信じるしかない。で3123で、いけてるから OK ね、ここ OK ね。でああ違うね、あここは赤いね。じゃあ1234、12345、12345、あと1個、まあどっちかかな。あまあいけてるかな、いけてることにしようと。いけてることにしようと。12345、あここ大丈夫、5で、よし、ここの5はこの5でいけたはず、いけたはず、いけたはず。多分ここは白でここは赤やねんな。で3がいけると思う。12345、あじゃあ7、あ OK、白白で12312345、 OK、 いけたはず、いけたはず、いけたはずで4 4 1234、うん、うん、123の、うん、うん、大丈夫、いけてる、大丈夫、うん、完璧、いけてる、よし、いけた、いけた、いけた、いけまし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 た、はい、いけました。じゃあ、あ、これ4やから4行かなきゃいけないよね。じゃあこれ白をで、この1234もいける、1234いける、やんなく白白を、で、あとここやね、あとここやね、あとはここやね、1234どっちかで、1233、うん、1233個、うん、白、OK、いけた、いけた、12345677、なんかいけた、はい、いけた、ええなんでいけたよ、いけましたよ、え、なんで、え、なんで、え、いけたけどな、あれ、いや、いけたけどな、あれ、いけたと思ったけどな、え、何が、え、何が、スイッチ押す、どっかのスイッチ押す、いけたでしょ、いけたでしょ、これいけたでしょ、この単純なパズル。頑張ったよ、頑張ったんですけど、ダメですか？え、なんで、ちょっと待って、この4、右上の4から見ていって4つでしょ、1234でしょ、3123でしょ、444でしょ、2でしょ、2でしょ、2でしょ、123でしょ、123でしょ、12でしょ、1234でしょ、12345678、123123、ここの3、一番下の右端の3がいってないね。じゃ後悔、こうして後悔、いやダメですね、あダメですね、ちょっと、うん、ちょっと待って、いやでもここはここはいけるはずやから、あ、じゃあ、こう、あ、わかった。こうでしょ。
これでいけた。ダメですか。1,2,3,4,5,6,7。そっか。いけてないね。いけてないね。あれ ?1,2,3,4,5。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。行ってないね。行ってないね。この辺がちょっと行ってないね。ちょっと待ってよ。この辺までは行けてるはずよ。で、ここは行けてるよね。ここは9で。OK。これは行けてる。ここの7、1、2、3、4、5、6、7。行けてる。1、2、3、4、5。ここで6作んなきゃいけないか。この7が1,2,3,4,5,6,7。まずいね。まずい。ダメだ。ダメだ。まずい。1,2,3,4,5,6,7。ちょっと待ってよ。まずい。まずいぞ。まずいな。まずい。超まずい。あ、じゃあこれこうだよね。の1,2,3,4,5,6,7。ここはいけるよね。ここはいける。でここは白。ここは赤。で、1,2,3,4,5,6,7。よし。1,2,3,4,5,6,7。よし。よし。1,2,3,4,5。1,2,3,4。OK。いけてる。これはいけてる。1,2,3,4,5。1,2,3,4,5。後悔？こう？ダメ。ダメだ。こうか。いや、白。ちょっと、ちょっと待って。4が、そっか。1,2,3,4,5,6,7。1,2,3,4。こうかい？ダメ。あれ？ダメ。1,2,3,4,5,6。1,2,3。ダメだ。多い。ダメだ。ダメだ。ちょっとむずいですけど。ちょっとむずいですけど。ちょっとむずいね。ちょっと。OK。落ち着こう。やり直そう。ちょっと、待とう。よし。よし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 。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。こういう単純なパズルは大丈夫。落ち着いてやれば大丈夫。全然大丈夫。分かった。ルールが分かった。とりあえずこの9は、これはこうね。0はこうでいいよね。0は0でいいよね。で、ここの0も0、0、0。これは間違いないはず。ここを起点に、解いていこう。で、ここの2が 2個触れてる。すでに2個触れてる。ここ6。で、ここの8、ここの8、で、この8もいけてる。1,2,3,4,5,6,7。1,2,3,4,5,6。なるほどね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 。で、5が1,2,3,4,5いけてるから、ここはない。で、この3、3OK ね。3OK で、右下の3を、考えようか。まあでもどっちかなのよね。ここはむずい。で、ここの3もこれは確定、これは確定、これは確定で、ここの3もいけてる。ただここは白。はい。これはいけてる。ここも1が1個触れてる。2ってことはここ赤か。ここ赤か。これはいけるよね。これでい
行けるよね。ここは行ける。でここ白白、で2個赤触れるからここ赤、で 1,2,3 個触れた。でここ白2個触れてる。 OK、1,2,3 個触れてる。 1,2,3,4,5,6 個触れてる。 OK、 ここまでは OK、 ここまでは OK、 ここまではバッチリ、ここまではバッチリいけました。 で、でここの、この3、この3ね、この3が 2,3 で3つ触れて OK よね。で、隣の4がこれで4、1、2、3、4、OK。1、2、3、4、5、5個触れた。ここは白。ってことは、ってことは、あ、ここが7があるから、この7が1、2、3、4、5、6、7ね。これで OK ね。1、2、3、4、5、あとここの6が、ここの6があと1個触れる。2も1個触れる。3も1個触れる。1も、あ、1、1個触れてるから、こうね、こうね、OK。よし、落ち着いていけば全然いける。1、2、3、4、5、6、この6見ていこうか。1、2、3、4、5、あと1個。あと、あ、3が3つ触れてるから、ここ白で、ここ赤。OK、4触れた、4つ、4、4が4つ触れた。4が4、あとここやね。あとはここですね。あとは最後、ここですね。じゃあ、1、2、3、4、5、6、7、7個触れてるから、こう、白。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、これどっちでもいいんじゃないの？白。で、こっち？白？いけました。よし、いけました。OK、ミスティ。ミスティ出てらっしゃい。ありがとう、刑事さん。やったでしょ？やったでしょ？すぐに助けるって言ったじゃない。信じなさい私を。すぐだったでしょね、任せて。クリスマスキラーを追ってください。彼は屋根の上彼は屋根の上にいます。マジで屋根の上にいます。檻の中入っちゃう、入れない。じゃあ上に行っちゃおう。よしよし、行けたよ。はい、フレディ、フレディ・ゲインズ。グレイ刑事には感心したぜ。警察はただのバカ集団だと思っていたが、お前は俺の間違いを証明してくれた。これでお前は全てのストーリーを知ったことになる。俺の母親だったペギー・ラーソンは生まれた時に俺を捨てた。あ、そうだったの。あ、で孤児院に入れられたってこと。無力な俺を孤児院に置いていきやがった。うん。何年もの間俺はオーソン・ラーソンとオーソンでややこしいな。オーソン夫人の虐待に苦しんだ。うん、虐待、クララね、クララ・オーソン。あいつが悪い、あいつが全部悪い。それは分かってるフレディ、それは全部分かってるわ。虐待に苦しんだろうね。でも俺は頭が良く、他人からも一目置かれていた。うるせえなお前、なんだ、自分から言うな、そういうこと。そういうことは自分から言うな。俺は頭が良く、うん、ある日俺は反撃を決意したのさ。あ、そうなん。はい。でオーソン夫人に毒を持ってやったのさ。やっぱりお前がやったのか。お前がやったのか。それは簡単なことだったし、その後も殺し続けるのはとても簡単なことだった。オーソン夫人もやっぱり殺されてたんですね、フレディに。いや、その匂いはあったよ。オーソン夫人は死んでたもんね。いなかったもんね、もう多分ね。そしてとうとう俺の人生を惨めなものにした人間を殺そうと決意した。それがペギーね、ペギー・ラーソン。俺は母親の身元を必死になって調べた。母親の住所は天使である兄から。あー、アントニオ、やっぱお前のせいじゃんお前のせいだよアントニオで、そして彼女を殺した。ネバーユーって言葉は無駄だったな。え、どういうこと？ネバーユー、永遠にってこと？まあいい、あなたが彼女を殺したのね。両手を出しなさい。悪いな刑事さん、俺には次のプランがあるんだ。俺は生涯孤独に苦しんできたんだ。孤独を利用して知識と富を得た。あんたが俺からそれを奪うことはできない。脱出する時間だな。ん？何する気？鉄パイプあるわよ。鉄パイプあるわよ。ヘリが来た。お前どういうことだ？これ鉄パイプ拾う。長い鉄パイプ。で、しばく。え？それで彼を倒すことはできないと思います。できると思うよ。なんか砂ある？ロープ？ロープ捕まっちゃう？あ？嘘でしょ？そんなことしダメよ。ダメ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 。ヘリ落ちちゃうから。
ケイト、お前どうした、お前何をした、あなたを逮捕します、これが最後だと思うなよ。ちょっと待って、ちょっと待って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 、いや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 、大惨事でしょう、おいケイト、クリスマスキラーの逮捕おめでとう。いやダメでしょ、ヘリを落としちゃダメでしょ、ケイト、ケイト、ケイコ、そしてケイコ逮捕し、おうおうおう、ダン、なんちゅう格好したね、ダン、うちの局でも大々的に宣伝するよ、マーフお前も、お前もか、マーフ、見つけた住所が正しければよかったんだけどな、少なくとも俺たちは犯人逮捕には貢献しただろう。マーフ、ポンコツだなお前。ケイト、何を持ってるの、長い鉄パイプでしょ、あ、違うの、ゲ、え、ゲイン、ゲインズでこのロケットを見つけたの、見つけたのよ、え、彼の母親が持っていたロケットの片割れよ、うん、ハートのロケットの片割れね、見つけたの、早くそのロケットを縛ってよ、あなたのお祝いをするわよ。ロケットの片割れ、これをくっつけます、ネバーフォー、あ、ネバーユー、ネバーユー、そういうことね、I'll never forget you、 あなたを永遠に忘れない、あ、フレディはロケットにレバー U と書かれていることに腹を立てていましたが、ロケットの全体像を把握していませんでした。フレディとミスティのお守りを合わせるとあなたを忘れないとなっていました。プレゼントタイムよ、メリークリスマス、ケイト、素敵なスカーフね、ありがとうケイコ、ダン、開けてみて、なんで自分で開けろまあ、アドベンチャーエスケープ真夜中のカーニバル、すげえこのゲームやってみたかったんだよ、やったそれそれやったなるほど、ケイトはこれは君にだ、まあ彼からのプレゼント、何かしら、殺人ミステリーの本ね、アーロンありがとう、じゃあっちゅう本をクリスマスに送っとんね、まあええけど、ケイコこれは君にだ、ダン、香水、私がこれを必要としているとでも言いたいのくっせえお前ってことお前くっせえからこれつけろよってこと違うよ毎日ニンニクを食べてるのはあなたじゃない、おまけに昼間からずっと隣に座っておならのジョークを言ってるのは誰よ悪いな、そういう意味じゃないそうよな、いや香水をプレゼントするときは気をつけようこうくっせえからこれつけなってことになっちゃうの、いい仲間ばっかだな、もうポンコツマーフ、もう戻ってきてくれて嬉しいわマーフ、また一緒に事件を解決しましょうねマーフ何もしてなかったけどな、あー、いいホリデーを君にケイト、ハッピーホリデー、いや終わりましたねクリスマスキラー、なるほど、I'll never forget youそれがロケットが半分に割れてたから Never You 永遠のあなた、うん、と勘違いして怒ってた、なるほどね、クリスマスキラー、いや最後は大惨事になっちゃいましたね、ヘリコプター墜落大丈夫なのあれ、いいのあれ、ケイト、よかったの、とりあえずクリスマスキラーを捕まえました、いや終わりましたねクリスマスキラー、いやー長かった、いやでもノーヒントでいったよね最後チャプター7は、いやったやりました、ノーヒントでした、いや長かったね、結構長くかかっちゃったけど、はい、そういうわけで、クリスマスキラー、時間かかっちゃいましたけどクリアしました、やりました、アドベンチャーエスケープ、ミステリーズ、クリスマスキラー、無事完結しました、クリスマスキラー逮捕しました、いや長かった、単純なパズルが大変だったけどノーヒント、最後はノーヒントで、前編通してかな、前編通して前回もノーヒントでしたし今回もノーヒントでいけたし、前編通してノーヒントでクリアしたかな、うん、あこれ違う、これは前にクリアしたやつか、まあいいや、はい、クリスマスキラー、これ、はい、この店をクリアしました、さあ無事クリアしました、ありがとうございました、終わります、クリスマスキラーでした、
疲れたね。疲れました。ありがとうございました。